はい、皆さんこんにちは。いつも等々力チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。等々力ボール所属プロボーラーの高橋俊彦です。はい、本日ゲストをお呼びしております。本当にね、大阪時代から、常にね一緒に頑張ってきております先輩プロボーラーでございますけども、ご紹介したいなと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは。コロナワールド専属の高田博樹です。はい、はい、高田プロに、本日ご協力いただきまして、YouTube 撮影、はい、並びに、勝負ゲームを勝負です、ね、はい、やりたいなと思っておるんですけども、はい、本日の、企画内容ですね、僕らが投げるわけではありません。お、僕投げないんですか。投げないです。投げない、今日は投げないです。じゃあ勝てるかも、はい。あの、当然あの勝ち負けの勝負はねあるんですけども、キキボーリングっていうのをやっていきたいなというふうに思っております。はい、キキボーリングとは、まあ、誰かにねこう投げていただいて、その投げたピンの倒れた音を僕らは聞いているわけではないですよ、はい、聞いて何本倒れたかを当てるというゲームですね。結構難易度高いですね。難易度高い。ただし、まあ、僕も高田プロもプロボーラーですので、はい、もう大体 ね、ピンの音を聞いたら、あ、こんだけ倒れたなっていうのはほぼ 100% に、まあ、近いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ、高田プロの場合はですね、私が思うにやっぱりこうプロのワッペン見ていただいて、皆さんほら周りにねこれ金の枠がついてるんですよ。金枠、僕のはついてない。ついてないんですか。ついてない。この金枠ね欲しいんですけど、なかなかねお金で買えない、はい、買えるもんなら買いたいと思ってるぐらいなんですけども、はい、金枠ついてるんでね、本当にシードもね5年以上アベレージを、200アベレージを5年以上、あれ200ゲームか、はい、5年以上じゃないともらえない金枠ついてる中田プロなんで、ぜひともあとチャレンジしたいなという精神で、今日はキキボーリングで勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速ですね、はい、キキボーリングの対戦をしていきたいと思うんですけども、はい、はい、今日は先ほど言いました、僕たちが投げません。はい、投げていただくプレイヤーさんを紹介したいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。ご紹介お願いします。はい、岩崎健吾です。お願いします。岩崎健吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はあのジュニアクラブのね2人に協力してもらってキキボーリング大会をやりたいなと思っております。ルールはね至って簡単です。2人に、総回数で5回投球していただきます。5回、その本数を、高田プロと私が当てるという計算でいきたいなと思っております。投球は2人で5回投げてもらいたいなと思っております。はい、ただしあの回数とかは言ってませんのでね、お兄ちゃんに、岩崎君のお兄ちゃんに例えば2回、弟の翔太君に3回というのは全然決まってません。0回、5回かもしれないですし、0回、5回かもしれない形で、キキボーリングをやっていきたいなというふうに思っております。 YouTube の方でご協力いただきますけども、ジュニアクラブのお二人はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではキキボーリングをする前にですね、はい、岩崎君兄弟伊藤君のプレーは15番目、はい、で投球をしてもらうんですけども、僕たちが座る席があります。はい、ちょっとでも例に近い方が有利かな、聞きやすいかなと。ちょっと待って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 、これを決めるじゃんけん。あ、じゃんけん、はい、こっち側はちょっと遠いからね。こっち側じゃんけん知ってます？ちょっとわからないですこれ絶対やるよね、これね、みんなね。よしよし、最初はグー、じゃんけん、ほい、おー、挟んできましたね。いや、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、負けたまだこっちはね、食らいますよね。はい、はい、はい、じゃあ、あの場所取りが決まりましたんで、早速、キキボーリングやっていきたいと思います。はい、お願いします。
はい、それでは早速キキボーリング始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ゼロポイントで。今攻めを言って10秒か9か5秒かやって。ゼロこれゼロポイント。ゼロポイントです。あったー、やばい。あ、オッケー。これはもう見えた。これあれや。これ絶対怖い。もう自信ある。正解は。8本です。うわー、うわー、うわー、8かー。これはね、これは今の音はもう10点か9点やと思うねんな。ね、さっき10点書いたらさ、ちょっと9に変えてくれ。それ9に変え、それ、いや、これ9に変えた方がいいんちゃう？多分変えた方がいいと思う。いやいやいや。じゃあこうしよう。はい、お願いします。わー、やばい、これ。はい、正解は10点です。よっしゃー。ほら、ほら、うわわわ、可能です。よし、先輩になってる。今の音はね、今の音はもう完全なやつやったからね。あ、これもいいぞ、これもいいぞ。これどっちかな。これどっちやろ。いや、ちょっと待って、悩む、めっちゃ悩む、めっちゃ悩む。9か10かどっちかやで。9か10かどっちか。9か10、9。え、いいですか。10。いや、ちょっと待って、9。9にしたい。気持ちが9。え、変えるんですか。変えないです。はい、10でいきますか。10で、さすが。はい、はい、
はい、どうや。正解は10本です。よっしゃー、下げたらよかったのに。うわー、負けた。よっしゃー、勝ちました。負けた。はい、キキボーリング、はい、ちょっと5回戦やらせていただいたんですけど、思ったより感想難しかったですね。難しいですね。楽しかったですね。楽しかったです。めちゃめちゃ楽しい。これやばい。はい、やったがもうめちゃめちゃ楽しいです。はい、本当に岩崎くんのお二人には今日ご協力いただきまして、ありがとうございました。はい、ぜひね、あとは高田くんからプレゼントでもらえると思いますので、はい、楽しみに来ておいてください。はい、はい、結果は、はい、高橋君が勝ちました。また負けた。はい、本日も轟チャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。